キャノンキャットキャノンキャットは1987年7月にキャノンから発売されたパーソナルコンピュータ独自のインターフェースを持っていたキーボード白黒モニターの一体型で秘書業務のような定型的なオフィスジムを想定した商品であるアメリカでの価格は1495ドル日本では44万円ユーザーインターフェース設計は アップルコンピューターのマッキントッシュ開発を立ち上げたことで知られているジェフ・ラスキンの手による。ラスキンは自身の開発した Swift でも採用したインターフェースをキャノンキャットに与えた。それはマッキントッシュの持つ GUI ではなく、またコマンドラインとも異なるテキストユーザーインターフェースと言われるものである。具体的には画面にはアイコンではなく複数の文字列が表示されており、 それをキーボードで選択し起動するようになっていた。マウスは装備されていなかった。ハードの外観は1980年代に広く普及していたワードプロセッサー専用機と似ているが、ワープロの他に約9万語が登録された辞書やスプレッドシート、モデム通信なども可能でワークプロセッサーとも呼ばれた。また、プログラミング言語のフォースをサポートし、 同言語による簡単な自作プログラムを走らせることができた。またアセンブラによるプログラミングも可能であった。キャノンキャットは北米で発売から6ヶ月間でわずか2万台のセールスと低迷し販売が中止される。この撤退について2つの噂が流れた。一つはキャノン内部でワープロ部門とコンピュータ部門の派閥争いに激怒したキャノン幹部が キャノンキャットを取りやめたというもの。もう一つはラスキンを嫌ったアップルコンピュータの創業者スティーブ・ジョブズが自身の設立したネクストへキャノンが出資できるようにする見返りにキャノンキャットの販売を止めるようにキャノンに圧力をかけたというものである。キャノン S キャットコンピューターザ・リアルマッキントッシュありがとうございます。